先生、この問題がわからないんです。あ、そうやるんですね。わかりました。ありがとうございます。そうですね。気づけば、センター試験まであと3ヶ月です。はは、ありがとうございます。 最善を尽くします。ねえ、先生。僕の勉強の具合、どうだと思いますか本当ですかじゃあ、もしうまくいったら、ご褒美もらえますかえなんで先生。 先生は僕のこと、よく頑張ってるって言ったじゃん。ねえ。先生。本当やった。じゃあ、ご褒美として、僕と付き合ってください。はは。 間違いいじゃない僕の彼女になってほしい彼氏と別れたばっかりでしょよかったねあな何でもないただ好きって言っただけ本当ですか じゃあ、聞いてもいいですか先生は僕のこと好き僕は好きです。だから先生の気持ちも知りたいな。教えて。僕のこと好きはは。<laughs> 嬉しいな。 キューってしていいキスしてあのね先生君は僕の初恋の相手だよ初めて会った時からずーっと見ていたよ 君は美しい。先生、僕は君に恋をした。まるで、運命のように。先生に彼氏がいると知ったとき、そいつは先生にふさわしくないなって思った。彼は先生と一緒にいる価値がない。だから先生が別れた後、嬉しかったな。 だって先生が一人になったんだもん。だから僕は先生に告白しようと決めた。でもどうすればいいかわからなかった。だからご褒美としてお願いした。だから先生が僕を受け入れてくれた時、本当に嬉しかった。ねえ。 好きだよ。大好き。愛してる。ずっと一緒にいるよ。永遠に。